すごくびっくりしました。もうすごい素敵な女性なんだろうなって思います。ちょっと羨ましかったりはどんな感じですかね。そうですね、羨ましいです。私生活全く見えないんですけど、でもワンちゃん飼ってたじゃないですか。だからもしかしてなんかそういうのあるのかなってちょっと思ったんですけど、まあ、まさかなとは思いました。びっくりしました。結婚本当おめでとうございます。こうした中、広島市の大谷選手のグッズ制作を手掛ける会社では早くもお祝いに向けた動きが見られました。大谷選手が結婚を発表したことを受けて、こちらの広島市内の会社では急遽企画会議が行われています。会議室の方に社長が飛び込んできて、結婚しましたと、大谷選手が、なんかグッズやりましょう。もうバタバタで、デザイナーの方もですね、すごくピリピリしながら楽しみながらピリピリしながら、はい、やってもらってます。制作が予定されているのは大谷選手の結婚を記念した T シャツ。愛犬デコピンと大谷選手のツーショットのグッズのように楽しんでもらえる商品のラインナップを考えているといいます。大谷選手に向けてのメッセージ、ファンの皆さんの気持ちを込めたアートをです、ね、考えて今作ってる。発売日についてはまだ決まっていないということです。一方、広島市には大谷選手が子どもたちに送ったグローブが到着。段ボール21箱の中には市内の小学校など142校分のグローブ426個が入っています。これで県内23すべての市町に大谷選手からのプレゼントが届けられました。グローブを寄付していただきましたので本当に感謝しております。スポーツに少しでも興味を持ってもらえるようになってもらえたらいいかなと思っています。大谷選手、ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに暮らしてください。グローブは早ければ今月14日には児童にお披露目されるということです。